福岡造船はまずステンレスを使用したタンクを日本で初めて、製造を開始しました。それが、まあ、1970年代なんですけども、なぜステンレスケミカルタンカーを作ったかというと、やっぱり液体荷物、化学薬品ですね、そういったものを運ぶ船が欲しいというお客様からの要望もあり、いろいろな各方面技術者の指導をいただきながら設計を開始して、施工を勉強しながらですね、作っており、今日に至っております。福岡造船としては12年ぐらい前からすでに開発は進めておりまして、その当時から実は環境対応した船が欲しいというお客様のニーズがありました。で、そこで我々ができること、それとお客様のニーズ、アイデアを出し合いながら、 LNG 燃料というのはこれから必要となる次世代燃料だということで開発は進めてきたんですけれども、技術的にも制度的にもまだその当時厳しいものがあり、なかなか LNG 抱き船というのは流行らなかった、受注できなかったんですけれども、ここ 2,3 年ですね、環境対応への見方が世間的にも変わってきて、SDGs とかサステナブルとか、そういった言葉が最近耳にしてると思うんですけれども、そういったニーズがですね、やっぱり高まったことにより、我々が10年ぐらい前から手掛けてきた LNG 多機船というのがやっと今、花開いたというふうに思っています。渡辺造船場はですね、メインとしては漁船を建造していたり、作業船を建造していたりするんですけれども、我々とは種類もサイズもちょっと異なるんですが、地域的に立地が非常に近いものですから、何か協力体制、人材的なものであったり、工場の設備的なものであったり、事業承継の協力をするために 100% 株主を取得させていただきました。今後も渡辺造船場での漁船の建造などなど、今いるお客様を大切にしながら営業は続けていこうと思います。月造船場は2018年の4月に 100% 株式を取得しました。もともと田中豊吉という私の曽祖父にあたる人間なんですけども、が設立した工場でもあり、田中家とのご縁をもう一度取り戻しませんかというようなご相談をいただきまして、グループ化することができました。これに関してはもともと臼杵造船所でもケミカルタンカーを作っておりましたので、設計面であったりお客さんとの温化であったり、そういった動き方も相乗効果として出てきてくるだろうというふうに思っています。まだ目下作業中なので、期待は今後もしております。最新動の前に、昨年が新動、新しく動くということで、やはりこの造船会社っていうのは日々作業とか勤務している人というのは、同じ場所にいて同じところで業務をしている、仕事をしていればなんとか生活はできるというなあなあになってしまいがちな環境ではあると思います。そんな中でやはり昨日よりも今日新しいことをしていこう、今日よりも明日新しいことをしていこうというその向上心は、私が社長になってから薄れてきてるなというのを感じておりまして、じゃあ何か社員一人一人にしてほしいメッセージ的な言葉は何だろうと考えた時に、まず振動と、新しく動いていこうよというのが頭の中にありました。で、それを2021年目標として掲げたわけですけれども、2021年はできてた人もいれば、できなかった人もいる、それぞれ思いは違うので、もう一回再振動という、再びという意味も込めた再振動、ただ再びっていうこの再生とかの細胞を使うと、またこれまた芸がないと思って、再振動、もっと新しく、もっといい動きをしていただきたいという思いが込められております。福岡造船はある意味船を作るプロ集団ではあります。そこで船を作ることによる喜びとかやりがいというのは、他の産業や業種も、もちろんあるんですけれども、やはりこの鉄でできた構造物が一つ一つ手作りで行われていて、でそれがやっぱり海に浮かぶ瞬間、浸水式である時とか竣工式、出来上がってお客様に渡す瞬間であったりだとか、海上工事、船を初めて動かす時ですとか、
そういった一つ一つの、まあ、成功した時の喜びというか、そういったものはやはり一人一人自分たちの各それぞれの部署がこだわりがあるところだから喜びがあるというふうに思ってますし、やりがいがあると思ってます。造船業って何だろうと不思議に思う人が多いかもしれませんが、実は喜びがいっぱい、楽しみがいっぱいある職場ではあります。そしてまた船っていうのは実は世界的に見ても非常に重要な輸送形態でして、そういった船一つ一つがですね、実は生活に直結しているというところがあって、まあなかなか馴染みがないですけども、実はもしかしたら皆さんの身の回りに使っているものは我々が作った船で、その原料で使っているというのはありますので、なんかちょっとした喜びがですね、そこの一つ一つにあると思います。で、ご興味あれば福岡造船エントリーしてください。よろしくお願いします。